朝ごはんは韓国のコンビニで買ったおにぎりです。味はね、2個付きでプルコギのコチュジャン炒めと豚なんとかのコチュジャンなんちゃらこちゃらみたいな、まあ韓国らしい具材になってて、韓国のおにぎりってあの海苔がね、韓国海苔なんですよね。それがまたとても良いです。ちょっとこれ朝ごはんに飲みます。これクレンジングジュース、そっかの昨日のいちごミルクのところで買ったやつなんですけど、ビーツ と、チェリートマトとキャロットとレモンとアップルとココナッツウォーターでできてるっぽいんですけども、健康な味がしますね。はあ、パッキングの時に紹介してなかったねメイクポーチの中身を今紹介したいと思います。お読み、大体ベーシックなものですけど、マカロコアンワンデーとワンマンスをなんか気分によって分けるとか持ってきてるのと、あと大体化粧水と、まあ、スキンケア用品はなんていうの、ちっちゃめのサンプルとかもらったサンプルとかをよく持って行ってます。軽量化できるの でクレンジングファンはこれ買ったやつなんですけど持ってくるの忘れたから、まあ、ちっちゃめのやつとかですね。あとはマスカラ、アイシャドウ、チェックのマスカラ、これは二重のテープ、で筆はね、私基本的に2本しか持ってきません。2本で大体全部できるので。で、あとコンシーラー、アイブロウマスカラ、アイライナー、リップ、アイライナー、こうカラーのやつですね。で、これがアイシャドウを持ってくの忘れたので買ったんですけど、読み方を毎回忘れるんでね、イッツメイメイだっけ？アイムミミ、アイミメイメイ、どっちか分からないですけど、1300円ぐらいで買った、すごいね、コンパクトで、日本に置いてきちゃったんだよね、カラー、普通のアイシャドウ。普通のアイシャドウとチークが入ってる、まあなんか面白いなと思って買いました。で、チークは大体筆を使う、ブラシ使わなくていいやつを毎回持って行ってます。これは須川のスフレカンチークですね。あとはこれブレンディングファンデーションとかするスポンジ、ディオールの私が使ってるファンデーション、バーバリーの、下地です。で、これも大体1泊2日とかだったらもうサンプルとかでいいと思います。あとボディシャンプーとかですね、残ってるやつです。あとクシですね。そんな感じです。はい、ということで、これからね、今日は朝ワークアウトして、なんか29階にそのジムがあるらしくて今日行ってみたんですけど、朝9時ぐらいにで、ちょっと40分ぐらい運動して、で、まあ朝ごはん食べて、今からミョンドンの方のホテル、友達が予約してくれてたので、そこのホテルに移動して、まあ、最後の一泊をそこで過ごしたいと思います。だから今日はミョンドンでカンナの巡りかなっていう感じです。だからちょっとこの素敵なお部屋ともお皿も出し、あー悲しい。ここもね、めちゃくちゃ素敵なエアビーだったんで、もしよかったら皆さんこういうの探してみてください。ちゃんと下に貼っておくと思うので、でもちょっと荷物がすごい増えたので、タクシーじゃないと移動できないかなっていう感じです。 M でそのデカさ、でかいよね。うん、友達と合流したので試着手伝ってくよ。いや、これ使うと思う。この軽量、この軽量ぶり、飛行場にこれで乗ったのが本当に驚きで仕方ないんだけど、私とでもこれはさ、なんていうの、手持ちバッグみたいな感じ。ただ全てこれっていう入んないから絶対え、かわいい。待って暑い夏、見ているだけでさやかな甘酸っぱく甘いボンベイカクテル。なんで結構日本語うまいね。それの3種え、めっちゃ美味しそう。いやいや、あんた食べんとか言うとったやん。それかわいい。うわっとんだけど。取られないし。バイロ。まだ。とりあえずボール持ってばいい。おいまだ。いいですね。映えてます。どこに行ったか分かんないね。思ったらそこにあるよね。
マジで。なんかね、謝ってアルコールを頼むとこういうことになるんですよ。大丈夫ですか？トーンが違うよ。ねえ、一杯しか飲んでないのに。激弱。激弱すぎでしょ。はい。よし、写していいよ。ほっけどねえ、え、いいよ。すごい静電気、めっちゃ最近フジコンめっちゃ静電気だったよ。マジか。有名なんだね。これわかんないね。燃えとる燃えとる。オンファイヤー。わあ。あ、クリームめっちゃいいよ。スリーピングマスク欲しい。ね、何買おうかな。1万円使っちゃう。マジ？ファンデーションのグッチこれあれとして使ってるハイライト。チェロス。オレオ。やば、ちょっと入れてる。いただきます。うん、うわ、いい感じのお風呂と、いい感じのシャワールと、いい感じのバスケ。3日目にしてホテル暮らしなんだけど、やっとうちエアビーで泊まってた。普通の家。そう。普通のそう。やばい。写真撮っといて。いいよ。スクランブルエッグあるやん。で、最高。朝っていいんだよ。スクランブル。食べよ。サーモン好き、サーモンあるよ。あなたの好きな。何？でもよくあるよね、オムレツってやっぱ。そう。もう、もう。欲張りなんだから。あー、Thank you, thank you。うちの声入ってる。わわわわ、やばーい。これ、あの、添える感じにするね。うん、途中で終わった靴屋の爆買いし始めてきた。爽やかなの飲みたいな。ラララ、動画撮ってくれ。あ、動画撮ってくれ。こちら。街中を歩く美女。まあ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 、でもなんかここ食べましたっていうね。おいしそう。すごいね、全面的にかけていくさ。どうすかね。非常に映えた鏡なんでした。ね、心もき、おとといも来た。こんにちは、ホンデアゲイン。もっと。うまいうまい。チューアゲインなんだけど。あ、かわいい。ちょっともう一回買おうかな、もうちょい。かわいい。昨日と系統が似てるな。
かる？嬉しいよ。5階までさ、エレベーターないのは厳しいわ。ピンクにしようか。いいんだよ。水色の方がいいと思う。上。白。白。赤がいい。青がいい。この中でもなかなかなくない。見てください皆様。私先ほどいつも行っているなんだっけ。カフェがあるんですけど、そこでこのロイヤルミルクティー、これ800円ぐらいなんですけど、あの無駄に高いのは分かってるんですけどね。これと一番好きなサンドイッチ、こちらよ、ハンバーガーみたいなのを食べたら、買ったら残り20円、全部使い切りましたね。10万、12万ぐらい使ったかな。やりました。ここですね、先ほどパンを買ったの。パンだ。あ、食べかけてごめんね。シグネチャプンっていうハンバーガーとミルクティーをここで買いました。お待ちが並んでますね。ちょっと高いんですけど美味しいので、皆さん、まあ、普通に空港じゃなくてもいいからね、食べてみてください。